皆さんこんにちは、なるほど伝です。今日はマジスネークですね。こちらの、キャラのアンロックの仕方ですね、をお教えしたいと思います。さあ、私もですね、まだアンロックしてないんですけど、次のキャラクターですね。やり方がわからなかったので、ちょっと調べてみたんですけど、こちらをあれですよね、まあ、購入して、でこれをあれですね、左下だったらこのゴミ箱に持ってくると省く、なんか捨てることできるんですけど、削除ですか、これを同じキャラクターこちらですね、重ねていただくと、なんとたったこれだけでした。ニュースネークアンロックということでレベル2ですね。さあ、これでレベル2になりましたね。ですので、このようにしてですね、レベル増やしていただいて、どんどん強い、あれですか、キャラクターですね。まあ、強いっていうか、まあ、少しスキルがありますけど、成長スピードが速いと、いいですね。まあ、だからこんなに、あれ、ここで購入できるスペースがあったんですね。でもこれ結構、レベル上げるの大変ですよね。お、動画見たらダイヤもいただけるんですね。お、次、キツネちゃん、かわいい。じゃあちょっと、何ですかこれ。あー、動画見たら結構いろいろありますよね。そして、作ってるとたまになんかこういうラッキー卵とかですね、高級スネーク入ってると、出てきますからね。さあ、では次、レベル5ですね。見てみましょう。お、こちらは訓練クマさんですね。あともう一つですね、気をつけていただきたいのは、1個購入するとどんどん値段が上がってきますので、私3万8000円まで来ましたけど、ちょっと次もう購入できなくなっちゃいましたね。さあ、ではレベル6いってみましょう。おお、読みできない、神笠ちゃんですかね、国風さんですか。おお、いいですね。中華シリーズになるんですか、可愛らしいですね。じゃあ、レベル7まで今回いけそうですかね。さあ、行きましょう。おー、ビッチボーイさん。なんかすごいお名前ですけど。お、来ましたね。ありがとうございます。ではですね、今回の動画以上とさせていただきます。他にもゲーム実況ですね、たくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。では、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。